見ました。ありがとうございます。これがタイトルです。で、まず、まあ、早かったです。で、入社時は特にあの梅門さんと社長と話しする機会が多かったので、すごいこう、時の流れが、流れるのがすごい早くて、もうスラックついていくのもやっとで、おーおーって感じで、もう一日がすごく早く終わってしまいました。でももう慣れました。まあ、とにかく、決済までもすごく早いです。これやろうかってやられて、実際やり始めるものもすごく早いなって思いました。ですね。で、次いきます。否定されないです。何かこう発言すると、私否定されることが多かったので、逆にびっくりしました。むしろこれ意見言っていいのかなってちょっと最初は思ってたんですけども、意見を述べることが重視される社風は素晴らしいなと。で、次。出る杭はもっと出ろ。で、まあ前職では目立った発言とか行動すると叩かれてたので、こう、まあ梅門さんぐらい出過ぎてしまうと、もう打たれないんだなって思いました。受ける。で、そうですね。で、松下幸之助も出過ぎた杭は打たれないとおっしゃってたのと、あと社長が、ストーリーか世界観かキャラが強くないと、物語は進まないのでっていうのはもうすぐメモしました。で、皆さん積極的だなって感じました。前職では会議はみんなだんまりで誰も発言しないっていうのは結構あったんですけども、皆さん積極的に手を挙げたり発言したりできるっていうのがすごいな。私ももう少し積極的になりたいなと思ってます。で、次。あ、これはですね、働かないおじさん問題です。何もしてなくていい、ニュースとか新聞とか見てるおじさんがいなかった。アリの組織を見ると10人いた中で2人が出てきる人で2人が仕事しない人でその他はまあ普通っていう感じらしいんですけども、それが成り立たないのが結構デザインなのかなってなんか不思議な感じがしています。で、まあ褒め合う文化ですね。毎日誰かが誰かを褒めている。で、以前いたで、メッセージカード等で感謝の気持ちを伝えようっていう時期があったんですけども、普及しなかったんです。で、もう、やっぱり無理に褒め合おうとか、会社が指示したりとかしても、できないことが自然と行われているの、これはまあ素晴らしいテコ文化だなって思います。これちょっと、なんだろうな。他にもこう、広めたいなっていうところですね。で、いうことで、ちょっと早かったんですけども、まとめると、テコデザインは、実はすごい会社なんですよと改めてお伝えしたかったです。メッセージカードを送り合うときに何か他社のサービス使ってやってたんですか？はい、いえ、手書きで今日1人1枚1日書こうっていう話になったんですけど、全然続かなかった。手書きカードもありますよね、そういう社風と、はい、そうですね、なんとかカードっていうなんかスタバ特有の名前が確かあったと思うんですけど、それをなんか仕事終わった後にここが今日良かったよっていうので、うん、結構それはスタバが浸透してるみたいで、友人はバイトしてたんですけど、やっぱそういうので褒められるとやっぱりモチベーションが上がるから、すごい、その次も頑張ろうになるっていう風に言ってたので、まあ、そういうカードがなくても結構デザイン内ではもうスラック上でバン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 するので、うん、なおさらこう来るというか、落ち込んででもあでも頑張ろうみたいになるんで、昨日はそれ特になってましたですね。働かないおじさん問題なんですけど、特に支社長とか偉い人ってほとんど働かなくて、パソコンでゲームしてるってパターンが多かったんですけど、社長がすっごい働いててびっくりしました。私も思いました。なんか社長っぽくないなってすごい最初に思いました。いい意味ですよ。いい意味で、うん。この間明日がセミナーの資料の提出期限ですの超ナイスと思いましたよね。あれもう完璧に飛んでましたもんね。あれ満足感でって書いてありましたもんね。やっぱいやもう少し解放しないと社長を。いや頑張ります、うん、席でねモンハンできるぐらいになんないと。モンハン席でモンハンしましょう。中継始めるぐらいな、実況するぐらい、うん、ゲーム実況